俺今日から YouTuber になるから。兄貴が YouTuber になると言い出した。ここがスタジオだから。正直困っている。突然息子が YouTuber になると言い出した。お前のヘアメイクメイクとかできないし。 YouTuber が何かわからない。 YouTuber で成功して叶えたい夢がある。いつか必ず。ファンキーな動画。そうだ、おふくろ。本日ゲストはひとえちゃんです。これ何？ちょっと待ってね、ちょっと待ってよ、待て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 、ちょっと待ってね、待て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 。あらやだ、このシミ。え、そこ？来た、タイアップ。湘南美容クリニック、湘南にあんのかな。美容医療を身近に。兄貴どうした？美容医療って何？シワとかシミ、二重にしたり、脱毛、よし任せろ。同窓会でさ、あきこちゃんの肌が綺麗になって。これだ、おふくろ。え？シミって取れないよね。叩いて取るの。だよね。シミは叩いて取ります。やめろ、そんなシミじゃないから。暴力沙汰寸前だった。お母さんもっと面白くできたかな。え、一重を二重にありだな。おふくろ、突然ですが。おふくろいい二重してるよな。何をいきなり。おふくろ綺麗な二重してるから、名前も一重から二重に変えよう。自覚もいいし。名前を変えるっていうこと。素敵だわ。え、そういうわけだからさ。なんでちょっとウキウキしてんだよ。シワシワ、そうだ、おふくろ。いつも苦労かけてごめんな。ありがとう。シワ増えに来たんじゃないか。これぞ俺流シワ取り。おふくろコメント。夕飯ハンバーグでいい？コメント。夕飯ハンバーグでいい？夕飯ハンバーグでいい？夕飯ハンバーグ、夕飯ハンバーグでいい？夕飯ハンバーグでいい？はい、ということで俺流シワ取り完成。おふくろ、こんなんじゃシワ取れるわけないでしょ。 AGA、 あいつか。弟ー、弟よ、俺が薄毛は何とかしてやるって。俺まだ薄毛じゃないんだって。大丈夫だって。今回は AGA がテーマだから、まずは薄毛になるところからだよ。いや、それで薄毛にする気かよ。兄貴怒られるぞ、湘南美容クリニックに。この毛抜きで抜いて薄毛にするの？薄毛じゃないし、増えない。でもお父さんもあなたの歳くらいからね。マジ？ヒゲ脱毛、やっぱりあいつか。弟ー、弟よ、お前はヒゲが濃すぎるぞ。いや、あんま言われたことないけど。よし、ヒゲ脱毛だからまずヒゲを濃くするところから。むちゃくちゃだな、兄貴やめろ。むちゃくちゃだな、兄貴やめろ。この前と同じ展開なんだからちゃんとやりなさいよ。袋、セラミックか。お大塚君、回覧板。会長、歯並び気になりますよね。待って、ももう今更だしね。よし、任せて。セラミック治療やります。口開けてください。口開けてください、口開けてください。二重、二重、最終手段、出かけてくるわ。あー、二重の人生、謳歌したいか。おー、誰？知らないおじさん。いや、知らない人連れてこないって。町内会長さん。二人になりましたよ。これが私？いや、私じゃねえよ。いいじゃない、いいじゃない。あら、やだ、取れてんじゃん。ほら、ほら、ほら。毛深いクマでもいてくれたらな。レーザー脱毛が思いつかない。毛深い女をお探し？おふくろ。どう、レーザー脱毛できてる。ただいま。わー、クマ。キュウスケ、キュウスケ。おふくろ、頑張ったな。今度は中学の同窓会なのよ。夢を叶える時が来たな。おふくろ、使ってくれよ。湘南美容クリニックに行って綺麗になってきな。同窓会行ってくるわね。行ってらっしゃい。夕飯チンしてね。変わりすぎじゃね。